いただきました。ありがとうございます。カスミンの聞いてをしっかりと聞きました。可愛いところだけでなく泣いたり悔しがったりするところも含めてカスミンが大好きです。オンラインライブだからこそ画面越しにマーガレットの花を受け取った一人一人にそのメッセージが伝わったと思います。ちょっと背伸びした大人っぽい衣装も素敵でしたとのことで、ありがとうございます。うん、マーガレットは今までの楽曲とは変わって、ね、そうね、楽曲も違うし衣装もね、うん、どうした大人っぽくなったなって、その衣装を着てたりしてて、あと今回オンラインライブということでお花をねカメラの前の向こうにいるあなたに向けてお渡ししたりとしたりしてね、うん、いやいろいろオンラインライブでならではのことがいろいろできたかなと、うん、そしてちょっと一個さ、ちょっとみんなに言いたかったことがあって、そう昼公演が終わってね、うん、とかナッツの時があったんだけど、その時になんとアクアの小宮さんからおろDM が来まして、かすみん可愛かったよって、このまま可愛い笑顔で夜も明日も頑張ってねって来て、うわーってなってめちゃくちゃ嬉しくて、なんかそれでいろいろ考えてたもろもろがちょっといい意味で吹っ飛んで、うん、夜公演はなんかこういい感じにできたなと思って、うん、この場を借りて本当にありがとうございます。すごいよ、ファンコメンだ、しかもね、LINE も交換できたのよ。今度ご飯に行く約束とかもしてね、それいいよ。いや嬉しかったです本当に。みんなの小宮さんじゃん。そうだね、そうだね、そうだよ、みんなで並んだもんね。でも本当に嬉しかったみたいで、なんか出会う人間一人一人小宮さんが聞いてる、リオンってずっとみんなに言ってる、みんなに嬉しいじゃない。そうメイク直ししたらピコンってきて、あ、みんなうわーってなってめちゃくちゃ嬉しかったです。本当にそのおかげで夜公演も頑張れましたね。よかったです。いやなんかちょっとめっちゃ話しちゃった。